さん、今なら誰もいないようですし、出てきても構いませんよ。洗濯は得意です。よかったら後でシミ抜きなどをしましょうか。いや大丈夫、よく見たら泥じゃなくてホコリだ。これなんだったの、あの通路、狭くてクモの巣だらけで最悪だったよ。無事に脱出できたのは良かったけど。というか変に空が近いですな。ぐるぐる回って上下動もしていた感覚はありましたが、地下にある舞台のそばから脱出したのに、なぜこんな高い階層に出るのでしょう。皆さんはご存知ないでしょうが、この建物にはいくつもの隠し通路などが存在するのです。私がずっと身を潜ませながら皆さんを追跡できたのは、それを有効活用したからですよ。ふむ、隠し通路。うちの教会にもありますが、それは通常余人にとって預かり知らぬものでは。迷いさんでしたか。あなたはなぜそれをご存知なんでしょう。それはまたおいおい。というか、改めて自己紹介がてら、いろいろとお話ししましょうか。ここまでは逃げるのに必死で、とてもそんな余裕はなかったんですけど。ええ、どうやら我らは運命共同体のようですから、必要でしょう。あれ、どうしたのヒロ君、さっきから黙りこくって。君なら、うむ、自己紹介しよう、友達になろうとか、いつもの空気読めない感じの発言をしそうなものなのに、まだ出会ったばっかりだけど、その程度のことはわかるよ。みんな、本当に申し訳ない。うわ、急に動かないで。危ないな、頭と頭がごっつんこしそうになったじゃん。ごめんなさい、みんなは何も悪くないのに、僕のせいで騒動に巻き込んでしまったよ。運よく脱出できたから良かったものの、最悪の場合は僕だけでなく、みんなまでライブ会場を荒らした賊として討伐されてしまったかもしれない。はあ、お腹を切るぐらいじゃ責任が取れない大失態だよ。僕はみんなの友達失格だ。僕を罰してくれ、アイラ、タスミ先輩、迷い先輩。お腹に力を入れて全力で殴ってくれ。大げさだし、相変わらず単語のチョイスが謎すぎる。討伐って何？もういいよ別に、最終的にみんな無事に逃げ延びられたんだからさ。ええ、右の頬を打たれても左の頬を差し出しましょう。殴るなんてとんでもない、暴力怖い。殴るより殴られた方が100倍いいです。むしろ私を殴ってください。迷いさんも主の教えをよくご存知の様子。お宅の宗派は？いえ、私などとんでもない。神様とか清らかなものから最も遠いのが私こと綾瀬迷いです。生きててごめんなさい。お、笑った。シリアスな顔してるよりそっちの方がずっといいよ、ヒロ君。気持ちはわかるけどさ、今はもうほんと疲れて怒る元気もないから。ええ、医者に激しい運動は止められていたんですが、訓戒を破ってしまいました。まあ、あの状況では致し方なかったんですが。それよりも
無事に脱出できたのは何よりですが、これから先どうしましょう。え、お家に帰りたいけど、普通にマジで疲れたもん。トリックスターのライブが見られなかったのは残念だけど、さすがにもう会場には戻れないしね。うむ、僕が言えた義理ではないけど、とても残念だよ。彼らを見ればアイドルとは何か理解できるみたいに天璋院先輩が言っていたのに、むざむざ機会を不意にしてしまった。僕は本当にダメな男だよ。ダメって言ったら、ここにいる4人はみんなダメなんでしょ。俺たち劣等生呼ばわりの落ちこぼれなんだよ。真っ暗闇の最底辺で肩を寄せ合ってるの。一人ぼっちじゃない分最悪ってわけじゃないけど。ええ、いつでもよかった探しをしましょう。ほら、例えば一番星が綺麗に輝いていますよ。いつの間にかもう夕方なんですな。星？ああ、綺麗だね。夜になるともっともっと綺麗ですよ。この辺りの地域は長年開発の手が入らずに生の自然が残されていましたから、空気も海も何もかも汚染されていなくて、町明かりもなかったため星空が綺麗に見えたんです。今ではもう巨大な ES ビルの建設や周辺地域の乱開発によりやや見えづらくなってしまいましたけど、ふむ、口ぶりから言って迷い先輩はこの辺が地元なのかな。ええ、ずっとここに住み着いています。だからこそ地上があまりにも眩しく輝き始めて夜空の星々が視認しづらくなったのは残念ですけど、別に私が愛した星たちは消え去ったわけではありませんから。俺たちもそんな星と同じだね。うむ、でもどれだけ他の星々がまばゆく輝いていても、今の僕たちのようにすぐ近くにいれば互いを見つけられる。うん、今はまだ俺たちのことを見てるのはお互いだけだけど、いつかみんなにも見つけてもらえたらいいな。知ってもらえたらいいな。黒く塗りつぶされたような闇の中にも星が、俺たちが、アイドルがいるんだって。ええ、幸いにも機会は与えられました。道のりは長く険しいですが、これも試練だと思って乗り越えていきましょう。星に願いをかけましょうか。光にかき消されて見えづらい劣等星の星々に。うむ、改めて友達になろうみんな。ううん、うん、他の星々と同じだけ輝く星にアイドルになろう一緒に。